ようございます。おはようございます。今お宿をチェックアウトしまして、うん、お隣に朝ごはんを食べに行こうと思います。うん、お腹すいたわ。新ビールでも地味しかんできすぎるな。この後ちょっと階段行こうよ。いつもの始まりかもしれないけどちょっと見てそう、うん、いや、あなたお鍋うん、あっという間に甘うまい。こちらが A モーニングになります。こちらお塩になってます。うん、こちらが B モーニングです。はい、ありがとうございます。モーニングトーストとゆで卵、うん、これはなんか塩のうちが B モーニングトーストとサラダとスクランブルエッグだ。がおいおいしそう。うん、パンがうまい。もっちり。うん、バターも程よく効いて、へえ、うまい。うん、サラダ。うま。シャキシャキ。ドレッシングも美味しい。スクランブルエッグふわふわ。うま。間違いない。うん、美味しい。最強では。最強。うん、最強、うん。最強いただきました。うまい。美味しい。うん。プロで、うん、あとアカペラし、もう無いし、うん、これ以上のキウイが増えたよね。うん、ちんまでした。美味しかった。美味しかった。最高の朝が迎えられました。最高のスタートが切れそうです。幸せのパンケーキ。はい、淡路島ですごく人気のお店、幸せのパンケーキというところに、はい、来てみました。見てください、この行列やばいんだけど、1時間ぐらい待つかもしれないね。幸せのパンケーキすごいね。ここにしよう。うん、決まったので注文しに行きます。行こう。個室？これ個室だ。おー、すごいね。こいつもおしゃれだね。めっちゃおしゃれだね。オーダー開始。うん、すごい。へぇ、これはトッピング見てるよ。へぇ、ホイップクリーム増量。これフランボワーズクリームソーダ。注文完了。出てた。うまそう。いただきます。あ、ふわふわ。
ただきます。あ、めっちゃ柔らかい、ふわふわ、溶ける、うまい、うまい、うまそう。ベリーソース、ホイップクリーム増量です。めっちゃうまそう。ホイップ、めっちゃふわふわやんか。めっちゃ柔らかいよ。おいしいよね。これはうまいよ、ね、めっちゃうまい。パンがすごい、パンケーキがすごいね。ねえ、ほんとふわふわだね。この組み合わせめっちゃ合うわ。うまいでしょう。マジでリゾートだね。韓国リゾートかな、すごい。うん。パンケーキ屋の横の海、こんなんですよ。めちゃめちゃ透明度高くない？すげえ綺麗なんだけど、あれしもね。金鳴らしに行く。また？うん、帰るよ。また金。金鳴らしに帰るよ。もうどんだけ金鳴らしてんのよ、全国で。鳴らしたい。おかしいだろ。また急に晴れてきたね。うん、木漏れ日が気持ちいい。気持ちいい。鳥居が大きいね。大きい。うん。なんかあるよ。どれ？日時計だ。ああ、ひどくやね。うん、はい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 。今がちょうど1時5分くらい。1時5分だと、1時5分？今1時5分。おー。確かに。ここが12時。目が12時。ほう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 。マヒガシが伊勢神宮内宮なんだ。ケセルベやし。そうだね。カメが水引き出してる。カメ口やれ。どうしてやねん。綺麗。カメ結構いるよ。カメいるねって。めっちゃこっち見てる。ごめんて。カメ。
ないんだって。あ、恋最近取れた。恋も来た。え、めっちゃ来たよ。完全見え付けされてるじゃん。やば、いっぱい来た。おお。舞いをしてる。おお。はい、ご朱印にいただきました。イザナギ神宮、イザナギ神宮、かわいい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 。あそこ行こう。目を通す、目を通す。樹齢約900年だって。ほぉおぉ、これはすごい、これすごいね。900年、幹の大きさもすごいね。全然ゆうが両手広げてるの無理だよ。全然足りないよ。一通り見終わったんで、ちょっとね、だいぶ暑いんで、暑い、スカッと炭酸でラムネをいただきます。アイラブネ、失礼します。うまっ。めっちゃうまこれ。炭酸効く、うん、うまっ。
明石焼きを食べてきたんですけど、どうでしたか？めっちゃふわふわで美味しかったね。めちゃくちゃうまかった、うん、めちゃくちゃビビるうまさだよね、本当に。また予想を超えてきたよ。いやね、本当にふわふわの、うん、でね、味もね、塩とかタレとか、一味七味、タレも甘辛、甘辛ね、甘辛両方あったし、だし汁めっちゃ美味しかったし、1人前で20個だ。うん、20個ちょっと多いなって最初思ったけどね、もうペロッと食える、ペロッといった、うまくて。はい、ということで1泊2日で淡路島の旅終了しました。ぐるっと高松から徳島回って、うん、淡路島で1泊して、うん、明石の方回って、明石から戻ってきた、ね、今岡山まで帰ってきました。それではご視聴の方ありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルがいいなと思ったら、チャンネル登録と、高評価をよろしくお願いします。ますじゃあ、またねー。またねー。次回、マーユー、なんとジーンズ作りに挑戦？次の動画もお楽しみに。じゃあねー。